冷凍パイシートを使ってキッシュを作ります。今まで何度もキッシュを作ってきたんですけど、ベストなキッシュができたので皆さんにご紹介します。まず常温で15分ほど解凍した冷凍パイシートを、底の抜けるケーキ型、18センチのケーキ型に入れてオーブンで焼きます。冷凍パイシート18センチのサイズを一回り大きくなるように伸ばします。そしたらケーキ型に入れます。タルト型でもいいですね、どっちでもいいです。入れたら低い部分は長いとこからちぎって持ってきて同じ高さにします。料理はね、都合な気がします。天板の上にアルミ箔を乗せて、その上に型を乗せて、そして型の上に重しを乗せて、これでサクッとするまで焼きます。焼いてる間にキッシュの中身を作ります。バターが溶けたら、ベーコン、玉ねぎ、ほうれん草を入れます。ほうれん草よく洗いました。溜まってきたらお塩、胡椒、灰色、あ、このまま食べたい、このまま食べたいけど我慢。玉ねぎがしんなりしてきたらボウルに取り出して粗熱を取ります。粗熱取ります。トングで混ぜればすぐ冷める。完全に冷まさなくても大丈夫です。ちょっと温かくても大丈夫です。具材が冷めたら生地の中身を作ります。まずは卵、もう一つ、そして顆粒コンソメ、おしょう入れて混ぜます。ここにですね、生クリームを入れるんです。これを入れると牛乳よりもコクが出て美味しくなりますよ。そしてやっぱキッシュは濃厚であるのが美味しいですよね。濃厚にさせるための調味料、粉チーズです。これを入れるとさらにグッと美味しくなりますよ。そして最後に砂糖です。砂糖をね、ちょっと入れるだけでもうキッシュがもう本当に美味しくなるんです。砂糖をちょっと入れます。それで混ぜます。絶品のキッシュになりますよ。これで完成です。そうこうしてたら生地が焼けました。しっかり焼けてます。生地をから焼きするとキッシュの中身が漏れないし、出来上がりも香ばしくて美味しくなるんですね。はい、そしたら急いでキッシュの中身入れます。うわー、美味しそう。絶対美味しいでしょこれ。量もぴったり計算され尽くしてます。そしたらチーズをたっぷり入れます。うわ、たっぷり入った。 100g 入りました。このままオーブンに入れたら真っ白で見た目美味しそうに見えませんよね。そしたらじゃあどうするかというと、このチーズの中から具を引き出して少しチーズの上に乗っけるんですね。この一手間がね、めんどくさいですけど大事なポイントなんです。料理は見た目も大事なんですよね。そしたらまたオーブンで焼きます。いってらっしゃい。焼けました。開けてみます。お、ジュージュー言ってる。彩り、焼き色はどうでしょう。熱そう。おー、オープン。わー、やばすぎる。見てください、色でしょ。やっぱね、黄色が濃い。この分量すごいわ。冷凍パイシートを使って絶品キッシュの完成。切りました。